サトルさん。何ですか、岡田さん。前回に続き、ゲストに、ライターの井上正樹さんにお越しいただいてます。井上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。海外の路線図の話。はい、はい。ね、したいと思うんですけども。サトルと岡田優の旅のラジオ。この今、また本をいろいろ持ってきていただいてて、はい、はい、世界の美しい地下鉄マップって、はい、これももう本当に買いたくなりますね。マーク・オーブンデンさんという方が書かれて、それが日本語に訳された本で、これも図鑑みたいな本で開くと、本当にいろんな国の、いろんなこの路線図が載ってるんですよ。これ絶対買う。これいいっすね。これはいいですよ。で、めくるとね、本当にね、ワシントン DC とかね、イスタンブールとかね、あ、ここ行ったわ、ブタペスト、こんな路線図だったなってね、こう見るだけでこれ、眼福ですよ、これ。これはちょっとね、いいっすね、興奮しますよ、これ。列上催されますよ、これ。こう見てるだけで。いや、これちょっとね、高まってますね。ポルノ本みたいな感じですよ、これって、これ。だって、どのページ見たってこれ、これも、なんていうのカラフルなね、無修正のこれ路線図が載ってるわけですよ。そうですね。これはやばいですよ。ちょっと見てもいいですか。これがね、そう、ロンドンの地下鉄マニアの方なんですね、マーク。確かに、ね、ノルウェーのオスローの路線図とかもね、なんかね、泊まりかデザインがまた奇妙な感じで面白かったりするんですよね。そうでね、北朝鮮の路線図とかもね、駅の名前がなんかね、UI とかね、なんかね、いい感じだったりするんですよ、ね。結構勇ましい名前なんですよね。そうそう。あとね、各駅停車とかが、その止まらない駅の書き方がまた結構、ビヨンってなってるところとか、となんかそのね、また違う書き方をしてるところ、はいはいはい、結構ね、そこのデザインセンスっていうか全然違いますね。違うんですよね、乗り換え駅の書き方この手があったかみたいなね、そうそうなんですよ。モスクワとかも面白いですよ。モスクワの路線図、私モスクワ行ったことないな。そうなんです。モスクワの路線図面白い。モスクワはね、同心円が2個あって、そこにこう線直線が入り乱れる。これです。はいはいはい。はい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 。ああ、真ん中に円があって。2つあって、そこに直線が入り乱れる。あれ、インドとかもこんなのあった気がするな。インドは、デリーとかだと、うん、そうだったかな、うん、環状線はなかったはずですね。それはなくて、でも、割とすり鉢状にこう伸びてる。へぇー。モスクワ行ったことあるんですか？ないんですよ。なんか、セクハラみたいですか？なんか、ないんですよね。この人はテレビ見てんだから、家でテレビ見て、高輪ゲートウェイぐらいまでしか報道しないんだけど、世界の路線図めっちゃ詳しいし、ウィンの路線図見せたら 1.1 秒で答えられる人ですから。なるほどね。最高ですよ、上さん。最高ですよ。これでも実際、はい、海外とかは行かれる、たこと海外は、何回か。で、そうそう、路線図いいなって思ったのも、新婚旅行で行ったロンドン。で、地下鉄博物館。地下鉄博物館。行かれましたか？交通博物館、交通博物館だったかな、うん、はい。行きました、行きました。行って。岡田さん行ったことあります？ロンドンあります。博物館は行ったことないです。はい、ない、ない、うん、ないですね。うん、ある、この二人ある。そう。僕そこで地下鉄、路線図書かれたお盆とトランプ買いましたもんね。いいなぁ。あとマグカップとかいる。結構あそこ路線図グッズが、ね、結構ね、あるんですよ。ちゃんとグッズしてるんで。グッズ化してあるんで。うん、やそこはまあでも、元々のその地下鉄のその図版というか、縦横斜めで直線で書き始めたっていうのがロンドンが最初。そう。なので。その通り。ベックマップって言うんですけど。実際の、この、そう、実際の、地形に即して書くと、必ずしもそれは見やすさとは同居しないんですよね。だから、大胆に実際の、その地形とはちょっとかけ離れてもいいから、見やすくしようっていうことを最初に考えた、これがイノベーティブな、その路線図の革新的な発明なんですよ。めちゃくちゃもうね、僕の言うことはもうないです。ごめんなさい。まあ、私が喋るんだよ、全然の、全然その通り。僕は井上さんから聞きたかった。本当だ。何のためにゲストの人呼んでるの。本当に申し訳ない。産業革命もロンドンだし、この路線図革命もロンドンだ。全然その通りですから。申し訳ないです。申し訳ないです。全然その通りですよ。ね、それがでも、この一冊の本になってるって、ね。これまた別の要所で、レスの歴史。読みたい。なんてて、一番最初のが、のがありますね。もともと、これ作った、ハリーベックさんって、鉄道の、なんか、技師の方、電気技師の方なので、電気回路を元に作られた。なるほどね。確かになんか回路っぽい。そうなんだ。うん。でも分かる分かる。なんか、ハンダコテとかあれをやる、IC 回路みたいな感じがある。最初がこれですね。
確かに完全電気回路。はい、本当だ。で言われていれば、ああ、という。ああ。電気回路を音にしてやったんじゃないかっていうふうに言われてる。本人から言ったんじゃなかったと思うんですけど。今このベックさんの要所の16ページ目を見ながらも、ああ、と言ってるので、これを追体験なさりたい方は、ちょっとその本を買っていただいて、16ページ目を読んでください。そう、確かにね。あとは特徴としては、川を描いてることとかですかね。テムズ川が書いてあります。あ、本当だ。川が書いてあります、ね。あれ、そうか、今までは書いてなかった。普通に、その、地下の、話なんだから、川いらないじゃんっていう。そう。確かな。のはそうなんですけど、ただ、この川を書くことで、この地下に、このマップは、この地形のこの部分だよっていうのが位置関係がわかる。なるほどね。川の手前かも。そうだ。ヨーロッパの人たちは、その街の大体川が、古い都市って川がやっぱり流れてて、はいはい、その川は結構みんなの精神的支柱になってるっていうか、う日本人にとっての、まあなんというかな、富士山とかある種の山みたいな感じで。うん、だから川を描くと、あ、ここが俺たちの街なんだっていうのがわかる。で、一回テムズが消えたりしてるんですけど、このロンドンのマップも。でも、また復活したり。議論があるんだ。いらねえ派と。いらねえ派と。いらなくないって多分あったと思うんですけど。タカ派とハト派みたいな感じで、ね、川いらない派。で、ね、日本は、ね、意外とないんです。確かに。日本はだから、そういう、それほど川に対して思い入れがないってことなのかな。ないんですけど、日本は代わりに東京だと皇居。が、真ん中にドンって書いてある。皇居がだからやっぱり精神的な、あの、緑の丸みたいな形で書かれてるんですね。ですね。大阪だと、大阪メトロは淀川書いてありますね。本当、ああ、本当だ。地下鉄の真ん中に皇居が。はい、なるほどね。なるほどね。東急の路線図にも多摩川入れてほしいな。それじゃあ、電話を、お客様相談センターから入れて。多摩川を。入れろって入れろって。鶴見川も入れろ。不愉快ですとか言って、傷つきましたとか言って。いいじゃないですか。でも確かにその視点は面白いですね。それによって、その文化の人たちが何を大事にしているのか。そうです。パリもセーヌ川ありますし。そう。ブダペストもあった。ドナウ川があった。うん、ロシアも、海とか、あの、サンクトペテルスブルクのやつ、確かそう、海とか、ここが水なんだよって、水回りがちゃんとあった。はい、うん。ワシントン DC もありますね。ワシントン DC も川あります。あるんだ。そうなんだ。ワシントン DC は緑地も書いてますね。そこしか。面白いなでもあれですよね、これインダストリアルデザインだと、しばしば作者の名前が分からなかったりすることが多いですけれども、ね、まあそういう合議制でみんなでやって決まっていくのか、その、さっき序盤でおっしゃっていただいたような、その、大江戸線の方だと、はいはい、まあ、作者がある程度分かってるケースがあったり、うん、あと、イギリスのケースだと分かってたりとか、そういう、分かってる分かってないとか、そういうのはどのぐらい、なんか、ファクターとしてあるんですか？分かってる分かってないは。分かってない方が多そうですけど、ね。多分そうですね。デザインをちゃんと外注してるところっていうのと、多分手弁当でやってるところがあるんですよね。ああ、それでプロが見ると分かる。うん、なんとなく。素朴派のアートみたいな感じで。素朴派のっていうのは。特に日本はそうなんですけど。でしょうね。数がまた多いからか。あ、オフィスを使ったなみたいなね、ところもあるんですけど。まあでも海外も割とそうですね、しっかりデザインされてる地域っていうのはありますね。やっぱプロのグラフィックデザイナーがいるってことなのかな。でも他のデザインとまた路線図のデザインは結構求められるセンスとかあれがちょっと違う気がしますけどね。そうですね。こう違う。だからそこにこだわってるかこだわってないかみたいなのはやっぱり見て取れるのか。その地理ベースでやってるっていうのと、ちゃんとデフォルメしてやってるっていうのと、ね、また違うという。ニヤニヤしちゃいますね。なんかもう路線図の前で酒となんか当たり目を持ってずっとニヤニヤ。いやいや、ほんとほんと。してね、ほんと見ながら。お客様とかって言われそうですね。いや、ほんとそうなんですよ。いや、これ面白いでしょ、その本。その世界の路線図の本を今岡田さんが手に取ってご覧になられてます。黙って読んでました。でしょ収録中なのに、急に喋らなくなったのと思ってね。いや、この本はね、買うしかないんですよ。これやっぱ僕らにとっては。そうそう、お国柄みたいなのもちょっと見えてくるのがあって、ドイツとかだとめちゃくちゃ細かい、ね。ドイツはね、しっかりしてる。S バーンとかね。S バーンとか、うん。そうそうそう、U バーンとかね。しかもそれが1枚に全部収めてたりするんですよ。そう、きっちりした、きっちりしたやつが。きっちりした。で、意外に見にくいんですよ。だからどこにいるかね、結構ドイツ語のあの、みっちりした感じで。そうなんですよ。長いんですよ。長いんですよね。駅名が。なんかのこう迫ってくるような感じで、うん、これ、ね、僕はね、ドイツ版のそういうとこが好き。で、あの、コソボとかね、僕はね、そのユーゴスラビアとか行くと、うん、ドイツ鉄道から譲り受けたやつとかがあったりするから、そういうところは路線図もないんだけど、急にドイツのその密な路線図が、そのまま車両の中に残ってたりするんですよ。だから、あれあれなんか、あれあれこれ、ハンブルグかなっていうのが、その、コソボの、一日二便しか来ないようなところに走ってるんですよ。窓ガラスも割れてるし、トイレも使わないようなところなんだけど、路線図だけはピカピカにみっちりあるっていう、この特殊旅情。すごい。で、そういう中で、
きっとここに住んでるね、人たちは、鉄道に乗るのがまあ精一杯で、こんなハンブルグなんか行くことは二度とないけど、うん、その子供たちはなんだろうな、この地図とか思いながら一生置いていくのかなって思うと、もう涙が出てくるんですよね。あ、そういう意味で路線図はね、たまらないですよ。このマドリードの地図はね。あ、マドリード。はい、はね、これもマドリードの路線の地図って僕分かんないな。どんなんですか、まあ、マドリードもいいですよ。へぇ、結構斜めが特徴の路線ですね。すごいな。本を見ないでも井上さんは確かに。いや、高校生クイズ王みたいなもんですよね。すごいな。あります、あります。マドリード。いや、これ鉄道とかでよくこう配ってるちっちゃいマップを、くしゃくしゃのやつを、これを握りしめて歩いてたなっていうのを今思い出してる。あ、なるほどね。そう、リアル旅してる組からしてもね、あれこれどこ、今どこみたいなね。そうそうそう。これ見てね、かなり、何番、番、だいたいこの番号でなんか頑張って覚えて。そうそう、番号でもあるやつはちゃんと初心者に対して優しいですよね。そうですね。日本だってちょっと前まではなかった気がしますよね。最近なんかね。日韓ワールドカップがきっかけで、横浜市営地下鉄が最初に入れました。そうなんですか。すごすぎ。本当にすごい。クイズ王としての、アタックね、なんとかに出られた、井上さんとしての顔がまた出てきて、多彩ですね。これだけ、そうなんですよね。そこが最初。そうなんですか。確かに。日本の会社のその、外注してるかどうかが分かるってことは、つまり外注先が、でもそんなにはたくさんいないはずですよね。はい、じゃあ結構だから、地方の施設だと、その地元のデザイン会社さんとか。あ、じゃあ、そうか、その専門、全国専門でみんながここをやってるってのはないんですか？あんまりないですね。なるほどね。確かに。じゃあ、いろいろやる中で、路線図もやりますってこと。いや、逆に言うと、井上さんのその取材力を、豊富な取材力を持って、いろんな外注先の、を務めていって、ね、その外注の人を辿ってみたら、実は、その外注の外注の先まで辿ったら、全部が一人の、87歳のおじいちゃんによってなさっていたっていう、それはでもみんなが言っちゃいけない、業界上の暗黙の秘密だったんです、みたいな。いや、結構でもオリジネーターみたいなところはあり、方はいますね、そこの。ああ、そうですか。そうです。あ、やっぱり。それが新鮮な先駆者みたいな。で、そこから、その学ばれた方がいてみたいな。一子相伝みたいな感じで、その弟子筋の人がいて、とか、なんとか流、山田流の路線図の書き方の、なんとか一派の三代目みたいな感じのがあるのか。ね、日本はだから国のあれに比して、すごく路線図の数がやっぱり多くて豊かだなっていう。そうですね。だからそこは逆にみんな同じになるとつまんない。っていうのはあって、ね、でそれぞれ地方地方で特色あるものがバラエティにあるから、うん、楽しいなと思います。ですね。しかも、今鉄道前提でずっと話しましたけども、バスとかね。バス。そういうところまで行くともう本当になんか生態系が追い切れないですよね。バスの路線図も 見るんですか。バスはバスで別の方がもう。別の方っていうか、ね、バスマップの世界がまた別にあるんです。大陸が。そこはまた違うんだ。それ昆虫学会の中ではまたいろいろ分かれてるみたいな、そういうのがすごいな。また大陸。量子物理学と古典物理学みたいな感じで。別の学問なんですね。もちろん好きですけど、そこはそこですごいやられてる方がいらっしゃいますし、で、その方が、その、作ったマップがオフィシャルに採用されるってこともあるんですよ。うわ、すごいなぁ。そうか。でも、バスの方がそういうのがあり得る。あり得る。新しくマップを作る。マップを作るっていう。あ、そうか、確かにバスの方が。機械が多いから。そうなんですよ。そう。確かにね。線引かなくても。そう。停留所は多いし、一方通行とかもあるし、同じ路線が同じ駅を通るっていうのは、バスの方がすごい複雑なんですよ。そうだ。だから工夫のしどころとかバスがすごくある。本当だ。制約条件も多そうだし。うん、多いんですよ。確かに。井上さんにもいつか書いてほしいですけど、路線図。いや、そうですか。発注を受けてほしいですね。いや、僕も鑑賞専門なんで、もう。鑑賞専門なんで。鑑賞専門か。ワインのテイスティングの専門、画家の方はまた別にもやられてますから。なるほど。とてもとてもおこがましいですよ。なるほど、ね。気軽に言っちゃいけないんだけど。いろんな人今、岡田さんは敵に回した。いやいやいや、そんな別に失礼とかでは全然ないですけど。それ以外に路線図的な概念って何のかなか。インディーズ路線図って呼んでますけど、はいはいはい、本当鉄道会社じゃないところ、だから施設とか、六本木ヒルズとか、はいはいはい、ああいうところで案内の、電車でお越しの方はとかに乗ってるようなイラストマップみたいなのも路線図として見てたり。はいはいはい、それってイベントで確かご紹介されてましたよね。そうそうそうです、ね。だからあれ確かにまとまっていけば本になりますね。はい、また許可取りが難しいんですよ、それも。確かに。しかも、どなたなのかもわかんない。もう奇跡に入られてしまった可能性もありますからね。そう。何に使うんですかみたいなね。まず、このイラストをみたいな。もうだから本当民族学みたいなね。なんだろう。商店街のマップとかも、ね。ああ、あるかもしんない。
全外、ね、それも多分ね、うん、ブックオフとかが乗らないとかね、わかんないけども、近隣から必ずしも愛されていない人が、ね、乗らないっていう、ああ、やばい。ありますね。一本かけるその記事。確かに確かに。なんでここの店乗っててこれ乗ってないんだろう。書かれなかった人に、どうしてあなたは書かれなかったと思いますかって聞いてみる記事はどうでしょうかね。確かに。僕の地図に、地図から消えた店みたいな。もう強い遺憾を覚えていますとか言ってね。強い遺憾を覚えていますと言っていますが、商店街の組合長さんとしてはどう思いますかとか言って。そう、ね。会費を5000円以上払った人しか載せないっていうことが分かってきた。でも誰も幸せにならない気分になるな。でもそういう着眼点はザ・ローカルですよね。そうですね。でも町おこしの一環で、やっぱりなんか、特に若い人を、初めて来た人を引きつけるためのマップを書くっていう、うん、そういうデザイン、シンプルなデザイン。で、うん、ここにね、スイーツが美味しいのがあるよ、ここに古着屋さんがあるよとか、うんうん、そういうのは結構ありますよね、うん。それを集めてみるのは面白いかもしれないですね。サトルと岡田犬、旅のラジオ。ちなみに井上さんのなんか海外の路線で言うと、はい、一番好きな、ちょっと紹介した国とかあったりします？そうですね。まあ、今日この話で触れてないのだと、カイロとか。はい。カイロ？カイロは私行ったことないな。わかんない。もし川が流れてるんですか？カイロ流れてますよ。流れてますし、すごい、ね、砂漠っぽさがすごい。ね、へぇ、確かに。普通に路線図にピラミッドの。ピラミッドがある。路線図にピラミッド？ピラミッドがあるんですよ。すごい、何これこれすごいでしょ。ナイル川ですか？これ多分ナイル川かな？どうだったかな？確かに、でももう、しかも路線以外の結構面積が大きいから、ね、なんか初心者的ですね、俺ね、こう言ったらあれだけど。こんなになんか砂だらけの土地だって思わせる路線ないですよね。そうそうそう、必要はないけど。めちゃくちゃ砂のでなんか色合いが表現されてる。でもなんか、これを初めて見たら、あ、カイロに来たなっていう。確かにね。ピラミッドの近くにギザっていう駅があって、はい、あのギザのピラミッドのギザなんですよね。あ、本当だ。すごいな。ギザ駅。ギザ駅ってあって。すごいな。六本木ヒルズ前みたいな感じで、虎ノ門ヒルズ前みたいな感じで、ギザ、ギザピラミッド前。ピラミッド電車で行けんだと思って。すげえ、そこがええな。それもなんか逆にちょっとだけがっかりするかもしれない、ね。まあでもね、あるところにね、別にインフラを作ればそういうことになればいい。結構そうなんです。街、都市部近いんですよね。近いんですね。うん、だバスとかも、だからそういうことになるわけか。うん、ピラミッドとか古墳とかいっぱいあったらね、本当に。クフ王、古墳前、うん、ピラミッド前とか。あと、イメージと違うの、ヨハネスブルグとか、はい。載ってるんですけど、はいはい、結構治安の悪い街だっていうふうに聞いてますけど、予選図めちゃくちゃ綺麗なんですよ。あ、まあ、イギリスの植民地だったから、そういう人たちが入ってたんですけどね。ああ、なるほど。すごいカラフルな、うんうん、だってイギリスといえばまさに路線図。まあそうですね。良、くも悪くも、ほぼ全部いろんなことをもう、その白人たちが全部決めていった歴史があるから、そういうことまだ僕は路線図のそれを見ていないんですけれども、多分そういうことだと思いますね。それはもう良くも悪くもなんですよ。だドイツの植民地だったところとイタリアの植民地だったところで、やっぱり結構その文化の違いが、その後にも現れてきて、それが未だにそういう禍根をちょっと残してたりとか、うん、そういうのもありますね。うん、そういう乖離がやっぱちょっとあるんですね。そうですね。バッファローの地でとかありますね。バッファロー。割となんか街っぽい。めちゃくちゃもう街のマップみたいな。街のマップですよね。さっき言った商店街のマップみたいな。ちっちゃい街ですよね、だってバッファローって、ね。バッファロー。結構。ごめんなさい、バッファローってどこですか？でかい滝あるじゃないですか。カナダとアメリカの間に。ナイアガラ？ナイアガラ、ナイアガラ。ナイアガラ出てこなかった。ナイアガラの最寄り。滝があるところですね、とか言って。最寄り駅。最寄り駅。バッファローって。あ、そうなんですか。うん、本当だ、シンプルだ。シンプルな街の地図みたいな。ずっと見れるな、おしゃれですね。いやー、これを見ながら本当、無限に酒が飲めます ね、 すね。これの本出たのも多分2年近く前なんで、また新しくなってるはずですね、この辺も。最近だとハワイにも電車で行きましたし。ハワイに電車できたんですか？ハワイに鉄道ができたんですよ、最近。知らなかった、うん。ホノルルに？ホノルルに。空港からのアクセスみたいなのが。あ、いいですね。最近できて。また新しい電車できたら、また見なきゃいけないとか大変、ね、また見なきゃいけない。責務感が。霧がないんですよね。だから。霧のなさいいじゃないですか。全部カバーし。あ、じゃあもう、だいたい抑えてるんですかね、世界も。主要な。主要なの、だいたい見て、そうなんです。でも、毎年変わってるところまでは、追い切れてはないんですけど。そうですね。それもだから PDF で。で、そう。もうGoogle ドライブにめっちゃ溜まってますだから、そこ。僕も溜まってる。僕も溜まってる、溜まってる、それ、溜まってる。一番変化が激しい
のはどこなんですか？変化が激しい。近年。近年変化。コロコロ変わんな、みたいな。コロコロ変わんな。ああ、どうだろう。変化っていう意味では、最近ロンドンにエリザベス線ができたとか。え？エリザベス線。という地下鉄一本できたんですよ、路線図。新線が。それで一気になんか隙間がガッて開いたりとか。結構大きな変化。なんですけど。マップを書く人にとってはまた、だからまた、高輪ゲートウェイみたいに、はいはい、先にここをちょっと、少しずつずらしていくかみたいな。多分日本で言うと、副都心線ができたぐらいのインパクトですね。その真ん中、街の中に一本電車ができたぞっていう。ね、東南アジアとか、ああいうこう、なんか急成長してる国とかはどうなんですか、ね、ああ、あるんじゃない？あ、でもあれだね、インドネシアは。どんどん駅が増えてんのかなみたいな。そうか。3年前に行ったら新しい、あれを鉄道っていうのかな、ありましたよ。確かに新しい路線図。綺麗な、綺麗なのができてましたね。はい、へえ、ああ、ちょっとだから路線図もね、誇らしく思いましたよ。全部ピカピカで。新しくて。みんなあのね、二人乗りのバイクみたいなのってみんなビヨって移動するから、そういうの相変わらずあるけれども、一応都市計画の一環として、はい、そうそう、はい、ジャカルタに作ってましたね。そうそうそう。だからそういうのをやっぱ僕も見かけるとやっぱ写真撮るので、ドライブっていうかね、自分の撮った、撮影したやつとしても溜まってきますね。またね、でも現地にだけしかないっていうのもあるんで、やっぱり行けるのは羨ましい。提供していかないとな。なんかよくわからん相乗りバスの路線図とか見てみたいですね。相乗りバスでも路線図とか作ってもさ。いや、ないと思うんで。ないですよね。ないので、誰かに作ってほしい。誰かに作ってもらう。絶対。だけどなんか一定のルールに従って走ってる気配はあるけど。あるあるある。なんかな、どうやって走ってるのか。人によってでも作図が違いそうだし。面白いですね。めちゃくちゃこう観察したら実は。その場で書いてもらう。図ができるんじゃないかみたいな。でも現地に行ってその場にいろんな人に書いてもらうっていう記事を書いてみたらいいんじゃないですか、岡田さん。行ってみて。ナイジェリアかなんかに行ってみて。そうですね、うん。トゥクトゥクの今日のトゥクトゥクの路線図みたいな、ね。今日のそのぐらい掘った日刊。そうっす、うん、でも確かに人がいるところにね、にトゥクトゥク稼げる場所っていうのが、そうそうそう、ね、あそここそ本当純粋競争市場としてあるわけだから、うん、おのずと決まってくる。最近なんか来ないなと思ったら、やっぱりなんか見かけられてしまった路線というか。そうですね。だから GPS を持ってもらって、トゥクトゥクドライバーも。でも確かにああいうのってみんな、1年間こうやったら、そう、住んでる人は地元の人は。生態系がね、見えてくるかもしれない。地元の人以外しか分かりえない世界をそうやって可視化していくっていうのは、学問なのか分かんないけども。フィールドワークですね。だいぶな人生のコストをかければできるけども、そうですね。それが、どのぐらい値段が得られるかっていうと、なかなかね、あれだけど、いいですね、そういうのね。誰かにやってこれからライターになろうという人は。そうですね。だからそれ人の人生を損なわせるような発言を。受けるかどうかは知らないです。それを一本書くのに1年かけて。1、2万ぐらいしかもらえなかったら、それはきついな。告知とかあります？ああ、そうだ、告知。告知がない。だってこんだけいろいろやられてね。そうですね。本の。現在出てる本だと今、ご紹介いただきました。はい、日本の路線図。路線図。これはね、本当にいい本ですよ。サンサイブックスさんですね。サンサイブックスさん、はい。と、あと、グラフィック社さんから楽しい路線図ですね。これもね、もう、実はいろいろ解説付きって感じですね、うん。解説インタビュー付き。これはね、はい、とてもいい本ですよ。はい。あと、もう一個、ダイヤモンド社さんから、桃太郎のきび団子は経費で落ちるのかっていうあの記事ね、名記事があります。これは税金の本なんですけど、ジャンルが全然、ジャンルが全然違う。税金を桃太郎とかその昔話の世界で解説するっていう本がありまして、はい、結構いろんな学校の図書館とかで入れてもったりみたいな感じで好評を得たそうです。ありがたい話です。すごいですね。税金は僕も好きなんで。税金もそうだ。フリーのね、会計ソフトのね。ああ、そうです、ね。税金の計算いつもしてるから。税金の計算いつもしてる人はここにもいるし。ぜひその話もまたしたいです、ね。次いらっしゃる税金の話を。はい、わかりました。税金の話ね。たの税金の話ね。すごいな。ありがとうございます。ありがとうございます。いくらでも話せるな、これな。旅のラジオ、このあたりお別れしたいと思います。本日は、井上さんの好きな外国の駅、どうぞ。パディントンです。パディントンね。パディントン。イギリスでしたっけ？イギリスです。ちなみに行かれたことは？あります。あるおこれ、ちょっと待って、なしパターンにしましょうか。いやいや、いいじゃないですか。いいですよ。あるで。あと多いじゃないですか。なしパターンの方がいいからね。